今月のフレッシュマンは阿蘇市小里にあります魚師ハートクリニックにお勤めのお二人をご紹介します。よろしくお願いします。お願いします。じゃあまずはお名前と年齢、そして住んでいる地域を教えてください。はい、私はユンと申します。今年は20歳です。小里に住んでいます。はい、イエンさんはこちら の, あの魚師ハートクリニックではどんなお仕事をされてるんですか？介護の仕事です。そのお仕事の中で嬉しかったこととか楽しいことはどんなところですか？皆さん、患者さん話してる時は楽しかった。はい、とても日本語がお上手ですが、やっぱりすごく勉強されたんですか？はい、今まだ勉強してる。ベトナムから阿蘇に来られたということですが、阿蘇はどんなところ、好きなところはありますか？魚師ハートクリニックです。お勤めのところがね、お好きなんですね。私はトゥイと申します。今年は20歳です。小里で住んでいますよ。はい、トゥイさんの普段のお仕事はどんなことをされているんですか？入院で介護仕事です。そのお仕事大変かと思いますが、どんなところが楽しかったりしますか？皆さんは患者さんが話すことは面白いですよ。はい、トゥイさんも日本語がお上手ですが、結構勉強されましたか？私なんか暇な時も時々も勉強するです。はい、ふるさとベトナムから遠く離れて日本の阿蘇にいらっしゃいましたが、阿蘇の好きなところはどんなところがありますか？阿蘇で温泉はなんか有名ですよ。私も行きたいけど、なんか時間がまだですよ。なんか時間があったらもう温泉の行きたいですよ。じゃあね、ぜひこれからね、行ってみてください。ありがとうございます。ではお勤めの魚師ハートクリニックの PR をお願いします。病院に皆さんは優しいですよ。私日本に初めてですけどね、なんかいろいろな点が分かるんですよ。皆さんはよく教えてくれましたよ。患者さんも面白いです。よく私たちも話します。はい、ありがとうございます。じゃあイエンさんも、お勤めの魚師ハートクリニックのいいところ PR をお願いします。はい、私はここに来てから皆さんは優しくて親切な人です。お仕事でいろいろなお世話になりました。教えてもらいました。今月は、阿蘇市小里にあります魚師ハートクリニックにお勤めのお二人の女性をご紹介しました。それでは最後決めポーズ、一緒によろしくお願いします。せーの。